それではですね、これから、今こそ停戦を、シーズファイアナウの第5回目のシンポジウムを始めさせていきたいと思います。今日はですね、デモクラテレビとそれから IWJ が同時中継をしておりますので、よろしくお願いいたします。私は司会をさせていただきます、元ヤノミステルの世界の編集長をしました岡本と申します。今日はですね、ウクライナ・ロシア戦争の停戦をためらう構造についてということで、話をしていきたいというふうに思っております。このウクライナ停戦、それからパレスチナの即時停戦を求めるということではですね、大体皆さん市民運動も平和運動も一致するんですけれども、ウクライナの停戦についてだけはですね、なお、議論があってですね、賛成反対入り乱れている感じであります。私たちは停戦を求めるということで、ウクライナ戦争が始まった2022年からシンポジウムをやって、今日が5回目になります。で、1月には加藤登紀子さんを招いて、これは青山だったんですけれども、やはり停戦を求めるシンポジウムを行いました。私たちといっても、実はこのあまり組織性がなくてですね、代表もいなければ事務局もないという、いわば停戦を求める人々の集まり、個人の集まりということですので、なかなか組織だった動きができないということも一面で事実であります。今日はですね、今日話してくださる方をご紹介しますと、私の右側が、東京外国大学の名誉教授の伊勢崎健二さんです。それから、その次、羽場久美子さんなんですけれども、青山学院大学の名誉教授の、今日はちょっといろいろご都合がありまして、ズームでの参加になります。羽場さん、聞こえてらっしゃいますか？はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それから伊勢崎さんの隣が和田春樹、東大名誉教授です。よろしくお願いいたします。で、その右側が、ジャーナリストの田原総一郎さんです。お忙しいところいつもありがとうございます。よろしくお願いいたします。今日のですね、ウクライナ・ロシア戦争の停戦をためらう構造についての議論というのは、実はいろんな意味でこの問題の本質的な議論なんですね。実はその5月ぐらいに我々はもう一回声明を出そうということで、いろんな方々に ご意見を求めるメールを差し上げたんですけども、その中の一つがですね、田中優子さん、法政大学の総長をやられた方ですけれども、から、返信がありまして、お手元にあるのかこれ。で、それを一部読み上げますとですね、田中優子さんは以前から、ウクライナ戦争も即時停戦すべきだということで、私たちと、論調を一致させて、例えば和田春樹さんと雑誌で対談などをされたんですけれども、一つはですね、ウクライナ戦争が時間を経てきた今の時点で、改めて停戦の方法とその後の考えを巡らしたときに、停戦の仕方によっては再びロシアによる侵略が起こりかねないと思われると。で、それから国連総会はロシア軍は即時完全かつ無条件に撤退するという勧告とともに、非難決議をロシアに対して4回出していると。もちろん戦争終結に向けた外交的政治的解決に向けた国際世論が重要ですけれども、その努力はウクライナ・ロシア双方に向けて行うべきであると。今ウクライナに対して諦めろというメッセージを出すことは、今後の侵略にも耐えろということになってしまうのではないかということを田中さん言われています。米国の撤退可能性が出てきた今日、この状況下で諦めて停戦しろというメッセージを私たちはウクライナに対して投げかけていいのだろうかということが、言われております。これは何と言いますかね、私たちにとってみたら非常にある意味で本質的な議論になるかと思います。これに対してどういうふうに
考えを言うかということについてはですね、我々自身の中の考えを整理するということにの意味でもですね、大事な時期になっているのではないかというふうに思います。で、まあ、あらかじめ申し上げておきますと、私たちは、ウクライナの人々に対して諦めろということを言ったことはないんですね。しかし同時にですね、これ以上戦争を続けようと、戦争を続けろということも言うこともできないと思います。つまり降伏しろということもできないし、それから逆に戦って死んでこいというふうにも我々は言えないと思います。なぜかというと、私たちは戦争をしている当事者ではないからなんですね。侵略を受けた側でもないし、今戦争をしている側でもない、私たちの、これは私の考えですけれども、原点としては、殺すな、殺されるな、ということだと思うし、ウクライナに対して言っているのではなくて、国連とかあるいは中国、インド、トルコ、ブラジルなんかの国、そして日本も含めてですね、間に入ってもらえないかと、間に入って、停戦、戦いを止めてですね、その間に入って、交渉してもらえないかということが私たちのおおよその議論だったというふうに思います。実はですね、この話を今聞いたときにですね、私は20年ぐらい前に、ある憲法をめぐる会議をやってたんですけども、その中の議論として、坂本義和さんという国際政治学者の方と樋口洋一さんという憲法学者の間で議論が交わされたことを覚えてるんですね。で、坂本先生からは、日本の中国の侵略に対して、我々はそれに抵抗する中国の人たち、人民解放軍に対して支持してきたじゃないですかと、あるいはベトナム戦争が起きたときに、アメリカのベトナム侵略に対して抵抗するベトナムの人たちを支持してきたじゃないですかと。だとしたら、憲法9条を持っているけれども、私たちには抵抗権や自衛権はあるんじゃないかということを、坂本義和先生は、国際政治学の立場から言われました。それに対して、樋口先生は、いや、抵抗権はあるけど、それは武装の抵抗になるかどうかはまた別の話じゃないかというようなことを言われたことを記憶しているんですね。でもこれは実は、戦後の憲法をめぐる議論についてはずっとこのことが言われていて、抵抗はあるけれども、しかしそれは武装の抵抗なのか、そうでない抵抗なのか、あるいは専守防衛というのをどう考えるのか、それは正しいことなのか正しくないことなのかということを、これは決着がつかないままこれまで議論されてきたんじゃないかというふうに思います。今日はですね、ある意味でこの戦後の憲法論から含めてですね、大きな議論について、結論は出ないかもしれませんけれども、我々自身の中でちょっとこの考えをですね、戦わせてみたいというふうに思います。で、私の考えではまず石崎さんに15分話をしていただいて、その後、これはズームなんですけれども、幅さんにやっぱり15分か20分話をしていただいて、から和田さんから田原さんに話をしていただいて、その後前北さんか、あるいは政治家の方がお見えになればですね、その方々からも議論を聞いて、聞かせていただいて、で休憩を挟んで、会場からの意見を議論にしたいかなというふうに思っております。ではまず最初に石崎さん、よろしくお願いします。まず今のお話で、リアクションしなきゃいけない部分一つありまして、それ今抵抗権と自衛権の話が出ましたけど、これは明確に区別すべきです。抵抗権というのは国民一人一人にあるものです。帰属するものです。で、自衛権というのは、国連憲章51条にのっとった個別的自衛権と集団的自衛権が自衛権ならば、それは国民総会で一票を代表する、国家権力にあるもの、帰属するものですね。だから市民に帰属するのが抵抗権、国家権力に帰属するのが自衛権
というふうに僕は考え、僕は実務家の立場でそう考えますね。だからそこを混同した議論というのは非常に危険であります、はい、で今日はちょっと7割以上実務家としての、学者としてよりも実務家としての観点から申し上げます。で、こういう戦争が起きると、特に世界を巻き込んだ戦争が起きると必ず分断が起こります。分断が、だからこれは別に珍しいことではない。で僕は国連のニューヨークの命を受けて現場で働いてて、同じ国連のジュネーブから糾弾されますから、それはいわゆる武装解除とか停戦させて武装解除させるとか、その交渉を担う実務家、これは国連安保理から命を受けて行動するわけですけれども、これはだから悪魔と交渉することなんですね。で、その交渉中に戦争犯罪を裁くなんて言ったら銃を下ろしませんので、絶対下ろしませんので、でそれを保護に凍結するわけです、一旦ですね。でそういう実務家の態度だったのは特にジュネーブから、これは、不処罰、よく使われるのは不処罰の、なんだっけな、文化、カルチャーオブインピュニティの権限だみたいな感じで我々は実務家は、でも実務家というのはこれを当然のこととして考えて粛々とやるわけであります。でじゃあ正義はどうするのかですね。ここに実務家は、一つの糸口を見出す、これが後でどのくらい説明になるかわからないですけども、移行期正義という形ですね。つまり戦争が起きた時点でもう正義は壊れてるんです。開戦放棄、自衛権、国連憲章を破られてます。で戦闘が起きれば戦争犯罪が累積していくわけですから、国際人道法が破られてます。この2つの大きな正義がもう傷つけられてるわけですですね。だからいち早くそれを戦闘を止めてそれを修復するという考え方、それを移行期正義って言います。修復するんです。修復しなきゃいけない。で戦闘を長引かせれば長引かせるほど戦争犯罪を累積するわけです。で今ガザでやっとね、ジェノサイドの認定分の話になってますけれども、認定するには証拠が必要なんですね。でしょ、戦争犯罪の証拠が必要なんです。それは現場にあるわけです。で時間が経てば経つほどその証拠を確保するということが困難になってくる。その移行期正義にとって非常に不利になってくる。それが停戦を求める、つまりセセッション・ホスティリティという戦闘停止を促す動機なわけですよね。でもう一つ申し上げると、なぜ停戦ができないとかそういう話になりますけれども、停戦はします。必ず永久に続く戦争はありません。はっきり申し上げます。それを休戦と呼ぼうが停戦と呼ぼうが、戦争はいつか終わります。戦闘はいつか止まります。疲れてくるからみんなでしょ。で実務家の正義というのはそれを一日でも、どうせ終わるんだったら一日でも早く終わらせる、そこだけなんですね。停戦の原理というのはそこだけなんです。よろしいでしょうか。で今日多分これをまた皆さんにお伝えしなきゃならないと思って、実は今から4年前ちょうど2年前ですね、ウクライナ戦争が開戦してからキエフの攻撃が始まってから2ヶ月経った時点で、僕はある2人の現役政治家と議員会館にこの小森声明文を作りました。その2人の政治家というのは自民党です。2人とも防衛大臣経験者の石破茂さんと、中谷元さんですと、僕が、一晩夜中まで、こもって声明文 を書いたわけです。これはもう一回繰り返しますけれども、開戦2ヶ月後です。開戦直後です。読みますね。2月24日に開始されたロシアによるウクライナへの侵略は2ヶ月を経ても停止されていない。ウクライナ国民の自国を守るための懸命の努力が続く中、国際社会として何よりもこれ以上の無辜の民が
命を落とすような事態を防ぐことを第一に考え、行動を起こすべきと考える。我々は人道的観点を優先し、まずは戦闘行為を中断させる方策を取るべきであり、これを国連緊急総会に提案し、国際社会の多数の意思として可決されることを目指すべきである。ここは特にここの今の読み上げる文章は、今から読み上げる文章はこれ安倍さんじゃない、石破さんの非常に格調高い表現です。いきますね。停戦は事実行為であり、戦争の結果とは無関係である。当事国双方の合意条件や戦争犯罪の取り扱いはむしろ戦闘行為が中断されてから時間をかけて議論されるべきものである。これを移行期正義と言います。我が国は戦後敵国譲歩が残る中にあっても、新しい国際連合に希望を託し、国連とともに国際平和のために努力を重ねてきた。その国連が今常任理事国制度の壁にぶつかっているからといって、国際平和に対して何の役割も果たせないはずはなく、またそのような国連にしてはならない。人道的観点を優先する国連による行動は今までにも数多の前例がある。これは本当です。また国連は停戦監視や人道支援の効果的な方法も熟知している。今こそ我々が戦後70年余りをかけて蓄積してきた英知をウクライナの国民のために使う時である。ウクライナの国民のために使う時である。我が国は客観的立場にある多くの国家の一つとして、今まで信じてきた国連の力を今一度取り戻すことを世界中の国々に訴えるべきである。国際連合緊急総会における停戦勧告と国連の仲介による停戦合意の実現、そして国連による停戦監視団の派遣を日本政府として正式に働きかけることをここに提言する。これが自民党の防衛大臣経験者2人と僕が作った声明文であります。で、このお二人の気持ちも僕の気持ちも全然この2年間ブレはありません。全く同じです。で、その石破さんと中谷さんにおかれましては、今のガザの持続性のある即時停戦を訴えるための、超党派議連を作りました。で、これは事務局は、立憲の、安倍智子さんがやってらっしゃいますけれども、セバニアはこの2人が入っております。で、申し上げますけど、ガザにおける持続性のある即時停戦です。これを訴えるための超党派議連です。これを動かしてくれたのもこの2人です。いいでしょうか。それで UNRWA、国連パレスチナ救済事業機構ですね、これへの支援金の拠出を日本政府はアメリカに、追従してこれを止めたわけでありますけれども、この停止を解除する運動にもこの2人は、特にこの場合は中谷さんですがやってくれました。まだ公式発表はありませんけれども、これは解除の方向に今向かっております。はい、まだ公式でありますけど、もうこの停戦に限ってとにかくこれが自民党であろうが野党であろうが、ね、停戦つまり戦闘をやめろという気持ちというのはもう野党だから平和主義停戦を応援してくれると、そういうふうに考えるもうべき時じゃないですよね。これの話はまた全然ね、あとすると思うんですけども、そこを理解ください。それと実務家としてもう一つお話ししなきゃ、最近起こったことです。ちょうど今から2週間前、国連というのは非常に奇々怪々な組織であります。で、本体はご存知のようにニューヨークにある安全保障理事会、民主的な集まりでは全くありません。これはね、戦勝五大国の王様クラブでありますが、でもこれが最高決議機関ということで、これがストップすると何も起こらない。でも国連総会はそれを補完する機能もあります。それと忘れちゃいけないのは、さっきの UNRWA も含めていわゆる国連機関という国連組織というものがあります。
皆さんご存知のユニセフであるとか、それとか、緒方貞子さんが、ね、で日本人にとっては有名になった UNHCR とか、そういうやつ、これこういうのを国連機関と言いま す、ね、で安保理は今機能しておりません。ご存知のようにこの2つの大きな戦争ですね、拒否権ですね。でも他の国連組織というのは、僕らみたいな実務家の集団でありますけれども、粛々と動いてます。でウクライナ戦争においては一番最新のことを今ちょっとポロッポロッと少しだけ お知らせします。その国連機関の名前は言えません、ごめんなさい、言えません。でも僕に意見具申の依頼がありました、あるプロジェクトです。ウクライナ政府と一緒に作ったプロジェクトでございます。それは僕の一応僕は国際的には DDR ディサーディモビライゼーションインテグレーションという武装動員解除、社会再統合、つまり戦ってきた人たちを武装解除させて、動員解除させて、二度とまた再動員されないように社会訓練、ね、社会復帰をさせるという DDR というプログラム の、 一応僕は対価になっているわけですけれども、ですね、でだから僕に、相談が来るわけなんですけど、どういうふうな今プロポーザルが、ウクライナが上がっているかというと、ご存知のようにもう2年間も続いて現場の正規軍もしくは動員された徴兵制で動員されたウクライナ兵たちの士気が落ちております。そりゃそうです。兵隊というのは通常であれば6ヶ月とかそういう形でローテーションしなきゃいけない、戦わせっぱなしにはできないわけです。これ士気が下がります、必ず士気が下がります。それに直面してるんです今。で新しい徴兵制を引かなきゃいけない、ゼレンスキー政権として新しい徴兵制ですよ。じゃないとこの戦争が持たないという危機感、そこから始まっているわけです。で新しい徴兵調整をどう敷くか、で多分、ね、国を守れ、祖国を守れというわけで、ね、動員はもうできないというふうに、現政権はもう言ってる。だからどうしようかという話ですね。今ゼレンスキー政権が言っているのは新しい徴兵を敷くのは難しいけれども、やらなきゃいけない、やるためには条件をつけなきゃいけない、条件をつけなきゃ徴兵されてくれない。その条件というのは2年徴兵されたら2年以上の徴兵はない、これが条件一つ。二つ目の条件というのは2回目のつまり2年が過ぎた後再度の徴兵はないということを約束する国家として、これが2つ目で、3つ目がこれが重要なんですけど、ここが一番重要なんですけども、徴兵された後に社会復帰、職業訓練とか経済的な自立を助けるパッケージを保障するということです。この3つがないと今の政権が戦えないということです。で特にお金がかかるのは職業訓練も含めて第3番目の方です。どうやって職を保障するか、そこに国連組織を中心に多分お金を出すのは NATO 諸国だと思いますけれども、グローバルサウスはこれで金出さないと思うんですけど、日本はアメリカに頼まれれば出すかもしれません、ね、でそれをどうプログラムするかっていう紹介が意見具申の依頼が僕に来ました。で僕もこんなこと生まれて初めてです。さっきも言ったように僕がやってきたのは戦っている人たちを武装解除して動員解除して二度と動員されないように社会に復帰させる平和のための DDR だったわけです。でこのプロジェクトっていうのは戦争を回すための DDR、 社会復帰プログラムで、僕が協力するかイエスかどうかっていうのはまだ返事はしておりませんですね。だこれ ね、でも実務家、これが実務家の考え方なんです。で何が言いたいかというと、これが今ウクライナの状況なわけです。ここまでやらないと徴兵できない、で徴兵しないとこの戦争が回らない、そういう状況ですよ。でウクライナには総意はありません。それを表明しているのがこの今のプロジェクト、だってこれウクライナ政府からの依頼なんですから。いいですか？戦う総意なんてのはありません。
どんな国、その戦っている当事国のどういう声に部外者の我々、特に9条を持っている我々は寄り添うべきなんですか。よく考えましょう。特に共産党。以上です。はい、ありがとうございます。ちょっとその一番最初のところに言われた自民党の2人、つまり中谷さんと石破さんと伊勢崎さんが作った声明は発表されたんですか。最近ちょうど 3週間前に集英社から戦争をどう止めるかっていう柳沢教授さんと加藤明先生とそれとあと林吉永さんという空将だった人ですよね。その4人で書いた本の中で、書いてあります。載せました。非戦の違います。それはその前、その前、最近出たやつです、はい、戦争を止めるにはどうするか。ありがとうございます。前回1月から今日までいろいろなことが起こりましたけども、特にロシアにおけるテロ事件というのはよくまだわけは分からないんですけれども、例えばローマ法王がね、白旗を掲げつつ交渉する勇気を持つべきだというようなことをおっしゃったのが一つの非常に大きな、あれかなと思います。で、ウクライナの西部というのはつまり今ウクライナとして戦っている部分ですけれども、カトリックの影響力が非常に強い地域ですので、そこでローマ法王がああいう形で言われたということは非常に大きな影響力を持っているのかなというふうに思ったりはしております。から、今伊勢崎さんの話もありましたけれど、ゼレンスキー大統領がね、今年の初めぐらいでしたか、兵士3万1000人が戦死したというふうに。でただこれは公式発表なので、プロパガンダの数字だと思います。もっとたくさん死んでると思いますけれども、そういうことを、が現在のところだというふうに思います。でそれじゃあですね、次にズームなんですけれども、幅久美子さんに、15分か20分お話をいただきたいと思います。幅さん、よろしくお願いします。時も起こってきています。で今最後に岡本さんも言われていたように、果たして中国は攻めてくるのか、そうではなくて白旗を上げていくべきなんじゃないかという動きがまず日本や東アジアで上がってきていることをご理解いただけたらと思っています。これが一つです。それからもう一つはすいません、共有をもう一つ変えたいと思いますけど、ごめんなさい。今いただきました。大丈夫ですか。はい、もう一つの方は、先ほどのその長州新聞のところの最初にも書いたんですけれども、朝日新聞の3月25日付に、まさにそのイスラエルに、アメリカの AI の CEO がやってきて、イスラエルに対して AI の戦争を続けていくと。でそこで東アジアの戦争はもっと大変なものになるっていうようなことを言っています。領域が非常に広くなって瞬時に判断を迫られるので、AI が非常に活躍するんだっていうようなことを言われているんですけど、その意味では場合によってはウクライナ戦争や、ガザ戦争以上に東アジアにおける国民、市民の犠牲がとてつもないことになる可能性があるということをそれは示唆していると思います。でもう一つは、国連について、先ほど伊勢崎さんからお話ありましたけれども、やはり3月の半ば以降に ICJ 国際司法裁判所がイスラエル の, 問題について、
そのイスラエルのジェノサイドについて調査をし始めたということを言っていたんですけれども、今回ウクライナ戦争について2022年の前の前史をICJ が調査して、でその結果ウクライナのジェノサイドを告発するというような状況が出てきています。これも後でアップしますけれども、それを明らかにしたのがこの3月の13日、キット・クラーレンバーグというイギリスの小学生ジャーナリストなんですけれども、まあ、彼が書いているのはその ICJ の、判決が、結局そのウクライナや欧州に隠されていると。でこの黄色の部分にあるようにロシアに対する ICJ のキエフの訴訟が裏目に出てウクライナのジェノサイド告発に、なっているということです。でそれを簡単に説明したいと思うんですけれども、まあ、1月から2月にかけて ICJ にウクライナとその、西側支援国が訴訟をしたんですけど、でその訴訟の内容は一つは2014年の7月のマレーシア航空機の爆破事件がモスクワが作戦を指揮したということと、それから2つ目はロシアがクリミア半島を統一した際にクリミアのウクライナ人やタタール人の、人種差別蹂躙を行ったというようなことに対して、ICJ はいずれの国葬の即にという判決が出ました。そして特にそのウクライナがこの間ジェノサイドをウクライナの東部の市民に対して行ったんではないかということで、ウクライナのモスクワ責任を退ける形になりました。で、欧州のマスコミあるいはアメリカのマスコミも日本のマスコミもこれについてあまり、私たちも含めて知らないと思うんですけれども、ほとんどが無視したり歪曲したりしているということだそうです。で、実際にはこれに対して、じゃあどういうものがあったのかっていうことで言うと、その、まあ、NATO とウクライナがドネツクとルガンスクの人民共和国をアルカイダに匹敵するテロリストだということを言ってその告発したんですけれども、 ICJ の裁判官はこの主張を全面的に否定したということです。で、まあ、抽出された論拠の中でロシアはキエフを支援していると同じ国々が保護する責任ということで、まあ、そのユーゴスラビア、それから、モスクワに対する非難をしているっていうことをモスクワ側からの立証として出されているということです。で、このキエフがモスクワに対してモスクワの行ったテロということに対して、ICJ の側はドンバスはテロリスト集団ではなくて、ドンバスではテロを行ったかどうかということは明らかではないと。で、特にその口座や銀行カードやその他の、商品から見てもモスクワから金銭を受けて、テロル行為をしたというの証明は全くないということが出されています。で、またそのウクライナの、依拠する報告書の中に、まあ、そのウクライナ側の人種差別的な性格のものがあること、そして、ドンバスに対する、攻撃はむしろウクライナ側から、まあ、その爆撃やウクライナ語の強要やさまざまな行為が行われたということが、立証されています。で、このように見てくるとそのウクライナの、ソ連に対する告発は逆にそのままウクライナ政府のウクライナ東部の
ロシア人マイノリティに対する、弾圧というような事実が次々に出てきたということを ICJ は明らかにしています。で、一部の法学者はウクライナがジェノサイドの罪で、有罪判決を受けるのは避けられないというような形で主張していますが、こうなってくると後でも触れますけれども、停戦をためらう1番から13番のようなウクライナはやられてるんだと、でロシアのテロや攻撃に対して、ウクライナを守らなきゃいけない、それも軍事的に守らなきゃいけないっていうことの根拠が ICJ の調査によって、そして判決によって覆されていく可能性があるということです。でまた、英国の移民裁判所、これは ICJ ではないですけど、英国の移民裁判所も徴兵を避けるために国外に逃れたウクライナ市民の聞き取りをした結果、彼らはドンバスでの兵役は必然的に民間人に対する人間の行動の基本的な規則に反する行動、つまり戦争犯罪を犯し関与しているんだと、それから逃げてきたんだということを、ウクライナ兵士、逃亡したウクライナ兵士が言っているということを、イギリスの英国裁判所が明らかにしています。でまたドンバスでの対テロ行動作戦の中に、被害者に、被拘束者に対する、つまり、ドンバス側の東部の親ロシア派のマイノリティに対する組織的な虐待があったということも書かれていて、拷問や残虐やで非人道的な品位を傷つけるその他の行為も、存在したと、いう形で、判決はドンバス地方で広範囲にわたる民間人の人命の損失と住宅財産の広範な破壊というのがウクライナ軍が行った、可能性があると明らかにしています。また水道施設の破壊なども含めてウクライナ軍が東部のウクライナの、ロシア人マイノリティ地域に、対して行われた、つまりこれら全てがジェノサイドを構成すると、論じるのが妥当であるというふうにイギリスの裁判所も、明らかにしています。でもう一つは三つ目ですけれども、このソロスが資金提供する国際危機グループ、ICG なので、ややこしいんですけど ICJ ではなくて ICG ですが、ソロスはアメリカ の、 経済金融投機者でもありますけれども、彼 の、 国際危機グループが発表した2019年の報告書でも、ウクライナ東部での紛争は草の根の運動として始まり、デモはこの地域のロシア語を話す多数派を代表していると主張する地元の市民によって主導されたと。つまり内戦が14年から、始まっていて、それはロシアが関わっているわけではないということが明らかにされています。で ICJ はロシアの立場は一貫しており、2つの分離独立共和国はウクライナ国内での自治権を保持していると結論付けて、クレムリンはこれに対して反乱軍が、要求した支援や、金銭要求も含めて、必ずしもそれに呼応していなかったために、逆に反乱軍から不満を抱かれているというようなことも書かれています。で、またそういう結果、 ICG はドンバスの状況はロシアの占領の問題として、定義されるべきではないと、クレムリンと反政府勢力を混同する傾向があるキエフを批判したというふうに言われています。で、こうした中で、2022年 の、
ロシアの侵攻が始まるんですけど、侵攻の前に実は、これを解決するためにヨーロッパが関与し始めた、2月の初めですね、22日ではなくて2月の初めにフランスのエマニュエル・マクロンはミンスクへのコミットメントを再確認して、ゼレンスキー大統領の個人的な保証を得たと主張したんですけど、その後、キエフが反転攻勢に出たということで、2月の、15日、ロシアの共産党がの中の下院の代表がクレムリンにドネツク人民共和国とルガンスクの人民共和国を支援するように、プーチンに要請したんですけれども、プーチン大統領は当初ミンスクへのコミットメントを掲げて、介入を拒否した。これは日本の新聞でも書かれていたと思うんですけど、16日から19日の間プーチンは、侵入を繰り返し拒否していたんですね。でこれもドネツクやルガンスクが要請し、あるいは共産党の下院の議員が、要請しても拒否していた。でところがなぜじゃあ始まったのかというと、22年の、すいません、1月の段階から、CIA が2015年以来ロシアの侵攻があった場合に、攻撃に備えてウクライナで、秘密の軍事訓練をやっていた。これもいろんな新聞に出ていました。21年の末から22年にかけてポーランドの境界線や、ブルガリアやルーマニアで、ウクライナの、軍事訓練が行われていたということ、そして、ごめんなさい、その前ちょっと落としたんですけれども、すいません、ちょうど、それでもプーチンが拒否した、結果、2019年に、ごめんなさい、2022年の2月15日以降に砲撃、つまりウクライナ政府からウクライナ東部に対する砲撃が激しさを増して、そして、OSCE、欧州の安全保障協力、機構ですけれども、その監視団によれば過去24時間以内で591件の停戦違反があった。これは、ウクライナ政府からウクライナ東部の、民衆に対して停戦違反があって砲撃が開始された。その553件は反政府勢力が支配する地域での爆撃だったというようなことが書かれています。で、こうした中で22日に戦争が始まっていきますし、またその後、和田先生やこの停戦の訴える会の皆さんが言っているように、その直後からゼレンスキーと、クレムリンの停戦、交渉が始まったにもかかわらず、最終的には、ブチャの事件から現在に至るまで、停戦が行われず、なおかつこの停戦をためらう構造マップってすごくよくできていると思うんですけれども、右側の1番から12番にあるように、ロシアに停戦しろというのはいいが、ウクライナに停戦しろとは言えない、戦ってるんだからそれを支援するべきだ、先に手を出したのはロシアだというようなことが、今日見たICJ 国際司法裁判所やイギリスの裁判所、それから ICG ですね、アメリカのソロスの国際危機、センターなどにおいての事実確認のレベルでも、随分その状況が覆されてきているんじゃないかなというふうに思います。でそうした中で、最初の聴衆新聞にも出しましたように、もう一度最後に戻りますが、すいません、ごめんなさい、ちょっと待ってください、これで最後です。
映ってますでしょうか。映ってますか。映りましたでしょうか。はい。今沖縄をはじめとして日本全国に続々とミサイルが配備されて、そして、上からミサイルを2000発まで増やすっていうことが今言われていて、沖縄だけではなくて大分とか、四国とか、そして青森や北海道まで、ミサイルと司令塔が配備されてきているっていう時に、目と鼻の先の中国やロシアや北朝鮮に向けて私たちがミサイルを配備することが果たして日本のためになるのか、そしてそのアメリカの AI のセオが言っているように、東アジアではよく言ったと思うんですけど、ガザをしのぐような、大きな戦争になる。だから AI を使わなきゃいけないんだ。つまり遠くから AI で操作されて、その結果日本の国民が多大な犠牲を被るっていうような状況を、私たちは作り出してはいけない。だからこそその停戦の真ん中にあるように、殺すな、人の命が失われるのをまず止める、これ以上双方ともに殺さない、そして東アジアでは絶対に戦争はさせない、市民から平和を作るということを私たちは訴えていかなければならないのではないかと思います。以上です。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。私たちの、グループというんですが、これは一番最初に申し上げました通り、停戦を求める個人の集まりであって、いろんな考えは別々なんですけれども、ただ共通項としてあるのはね、やっぱりウクライナであれパレスチナであれ、即時停戦せよと、殺すな、殺されるなということと、から、始まった戦争はとにかく一刻も早く止めようと、で戦争はとにかく始めちゃいけないと、このことについては一致しているかと思います。で次にですね、田原さん最初にお話しいただきます。それとも小松さんの後よろしいか。そうですね。じゃあ、そうですね。じゃあ小松さんお願いいたします。今日の会合の趣旨はですね、停戦論というものを。停戦を主張するのをためらう、そういう構造、心理的あるいは政治的な構造というようなことが問題だという、議論を今日は依頼した話をしようということでしたので、私はこの趣旨非常に重要だと思っておるのは、ウクライナ戦争停戦論をめぐってですね、この平和運動をしているグループの中に意見対立があると、このことがやっぱり非常に深刻な問題であるということを考えてきたから、このテーマが重要だと思いました。岡本さんからは、我々の仲間であるところの声明を一緒に出した、仲間であるところの田中優子さんの意見が紹介されましたが、つまりということは何を言うか、我々のこのグループ、何だか分かりませんが、もんやりとしたグループの中にもすでに意見が対立しているということを、なので、まず自分のところで議論しなきゃならないものを、皆さんの前で議論するというのも、ちょっと問題ありますよね。
と私は思います。こういうのだけど、まあしかし、それはもう自由な関係なわけですから、議論を、していくということは我々のグループの中でもそうだし、外とも関係もあると。で、私はまあ平和問題、戦争反対の問題、にずっと関係してきた仲間のようなグループの間で意見が対立しているということを非常に深刻に思いますので、そのことにちょっとお話したいと思います。それで、その中で一番気がかりなのは一番気がかりなのはこういうことを本当に申していいかどうか分かりませんけれども、日本共産党の主張です。日本共産党というのをどう理解しているかというと、日露戦争に反対して、朝鮮の併合に反対して、徹底的に弾圧されて弾薬事件で中心的な指導者江沢秋水を殺された明治の社会主義者のグループが第一次世界戦争後に活動を再開して、ロシア革命コミンテルンの結成という新条件を利用して1922年に決闘した党です。最初の綱領に、これはソ連の文書館から研究者が発見したものですけど、新しく出てきたものですが、1922年の綱領ですが、軍国主義、帝国主義、朝鮮併合に反対するってことを掲げています。そういう党であって、具体的には昭和の戦争の時代に一貫して戦争に反対して戦い抜いて、そして壊滅させられた、そういう党でした。で、戦後に再生した党は戦争に反対した党としてのいわば栄光を背景に持って人々の支持を得た、そういう党であったと思います。まあ、戦後の活動については今触れませんが、そういう党だと思いますが、この党がウクライナ戦争が起こりますと、直ちにロシアはウクライナ侵略をやめよう、国連憲章を守れの世論でプーチン大統領を包囲しようというスローガンを掲げてロシアの侵略に反対しました。まあ、この点は現在のこととすれば理解できます。こういう主張が出るということについて理解できます。しかし戦争が3年目に入ってきた現在至って、この主張が変化しなきゃならないというふうに思えますけれども、それはどうなっているのだろうかということです。で、開戦3年目に入った今日の共産党の公式的な立場は、3月13日に赤旗に発表された党の平和運動局長、国際委員会事務局次長川田忠明さんの論文、戦争終結へ今何をすべきかで示されています。タイトル自身が新しい事態に対応しようとしている姿勢が示されているように私には見えました。しかし内容にはさまざまな問題を私は感じました。川田氏はまず、ロシアの行為は主権国家に対する侵略であり、あからさまな国連憲章を踏みにじる暴挙であると。で、国連総会はこれまで4度にわたってロシア軍の即時完全かつ無条件の撤退を要求してきたと述べましてですね、国連憲章を守れの一点で、国際的団結を実現し、ロシアの蛮行を包囲することこそ戦争を終わらせる道であるということを
強調したいというふうに述べておられます。ロシアの侵攻直後の2022年2月に開かれた国連総会が国連加盟国193国中の141カ国の賛成でロシア軍の撤退を求める決議を採択したことは、よく知られています。米国、英国、フランス、ドイツなどの欧米諸国はロシアに制裁を加え、抗戦するウクライナに兵器、情報、資金の支援を行い、準参戦国の働きをして国連決議実現のために努力しています。日本共産党はとしますとですね、このような支援を行うことは自分ではできないし、するつもりは ないでしょう。そして日本政府がそのような支援を行うということを支持することもできないわけですので、日本共産党としてはここの国連憲章を守れ、つまり国連憲章を守れ、国連決議を守れという主張を世界の統一した意見にするように努力することによって圧力をかけてロシアの侵略をやめさせるというふうに主張していると考えられます。しかしそれは可能でしょうか。国連総会に決議に反対したのはロシア、ベラルーシ、北朝鮮などの5カ国に過ぎませんでしたが、棄権した国の中には中国、ベトナム、インド、パキスタン、キューバ、イラン、イラク、南アフリカなどの重要な国々が入っています。全部で35カ国が棄権している。でさらに12カ国がこの会議に出席もしなかった。だから190数カ国の国連参加国のうち52カ国がこの決議に賛成していないわけです。ざっと世界の4分の1です。でその後国連総会でさらに3回ロシア非難の決議がなされていますけども、賛成国は減っています。そして今日ではロシア非難の決議を提案することはもうやめてしまわれました。でそういう最初の決議に賛成した国の中からもブラジルやインドネシアのように停戦の仲介、停戦監視のための軍隊の派遣を申し出る国も出ているということです。そして非国家の市民の運動という観点からすれば、開戦3年目に入って即時停戦論が世界的には拡大しているということは明らかである。日本の中でもそういうことだということになりまして、そういうことだということはこの川田さんの論文自身がそれを認めているということになるとですね、国連決議の実現しようという川田さんの主張は結局のところ、ウクライナを兵器、情報、資金の提供で支援している欧米諸国に支援を増やしてほしいと要請することに帰着せざるを得ないということになってしまう。それでいいのでしょうか、共産党の立場としてそれでいいのでしょうかということであります。でそれで良くないので、川田氏はここから停戦論の検討に入っています。川田さんの論文の中心的な主張は即時停戦論は採用しないということの弁明です。なぜそれが採用できないかということの弁解のように見えます。で川田さんは停戦論にはいくつかの問題があるとして、次のことに押してきています。ロシアの侵略によるウクライナの抵抗は正当なものである。ロシアの国民の圧倒的多数が侵略をやめさせるまで戦うことを支持している。侵略に抵抗している人々に直ちに武器を受けと要求するのは適切だと思いません。もうこの第一の主張ですが、これに問題があります。
ウクライナ人に抵抗をやめてくれと誰も主張していません。停戦論を主張している人もそのようなことは主張しておりません。停戦論というのはロシアとウクライナの双方が同時に武器を置くことを求めていることであって、ウクライナに停戦を要求しているわけではありません。で、それをですね、実現する、つまり両者がまず停戦するためには、戦闘を継続しながら両者が停戦会談を再開しなければなりません。で、停戦会談を再開してするということは、今の状況で言えば、両者が信頼する仲介者が間に立って説得しなければ、停戦の会談は開かれません。で、そうして停戦会談が開かれれば、停戦会談は停戦の条件、何よりも仮の一時的な停戦線を決めることが必要になります。で、そしてそれが決まれば、戦闘行為を両者が停止することができる。その後でロシアが停戦線から引き下がっていく、あるいは停戦線に居直るかということは、停戦会談から国際会議、その後に開かれる国際会議に至るそういう経過の中で決まることでして、停戦をウクライナ側に抵抗をやめるということが即時停戦論だというのは誤解なのです。誤解です。で、さらに川田氏は停戦論の問題点として、ロシアは現在ウクライナ領土の2割を、クリミアを含めて2割を占領していると。他国の領土を占領し続けることは決して認められませんと主張して、ロシアがクリミアを含めて、そういうふうに述べておるわけですけど、つまりロシアがクリミアを含めて領土を獲得することは反対だと言っている。で、これが停戦論を受け入れることを妨げている、だからというふうに言っていますが、しかしここで考えることは、ウクライナ戦争は確かにロシアの侵略として始まりましたけど、しかしこの戦争の基礎にはウクライナ独立をめぐる領土紛争があると、ソ連からウクライナが独立するということにめぐって発生した領土紛争があるということを見なければならないと思います。クリミアということを取り上げてみてもですね、クリミアは18世紀から20世紀の1954年まではロシアの領土であったということであり、その後54年にフルシチョフがクリミアをウクライナ領にした後でも1991年まではクリミアはソ連の一部であったのであってですね、でクリミアの住民が2014年にウクライナからの独立を宣言してロシアへの編入を求めたからクリミアがウクライナに入った、ウクライナ領になったということを日本 最新の日本の権威ある研究所が示していることを考える必要があると思います。ですからさらに東部のいわゆるドンバスの地方の2共和国についてもさまざまな議論がすでにある。その一端は今日幅さんが示されました。ですから、そういうことを考慮に入れると、このロシアの占領している地域の問題ということについては単純な議論ができないということになります。で、さらにですね、
ロシアをじゃあこの91年に独立したウクライナの国境線の外に押し戻すということを主張するとすれば、そのためには戦争を続けなきゃならないわけです。戦争を続けなければロシアを外に押し戻すことはできません。で、しかしウクライナはこれ以上戦争を続けられるのか、欧米はこれ以上戦争支援を続けられるのか、世界はこの戦争に耐えられるのか、これ以上という問題が存在している、そういう中で判断をしなきゃならないと思われます。川田論文はここにそこまで議論をしてきた後で、ロシアとウクライナの要求は現在かけ離れており、交渉の兆しも見えないという現実を確認しておられます。で、そして突然ですが、戦争は最終的には交渉をはじめ外交的な解決によって終わらせる以外はありませんという正論を述べておられます。ウクライナ即時停戦論というのはまさにこの正論に基づいてそれを適用しているものですけども、ウクライナ即時停戦論を退けた後にこの正論を川田さんは認めておられて、そしてじゃあどうしたらそういう停戦に至られるかということについては、欧州の安全保障の在り方の検討が必要であり、そして国際世論の発展が必要であり、合意が必要であると、そういうことを述べています。しかしこのような合意というものを作ろうとすれば、停戦のプロセスを開始しなければそういう議論はできるはずがありません。川田さんが導く議論はそれはある意味で正しいですけど、それを議論を進めるには停戦のプロセスを始めなければ議論ができないということであります。で、最後に川田さんは戦争終結の道を開くのを阻んでいる要因として、バイデン政権の2つの害悪を指摘しています。一つが民主主義対専制主義という世界の分裂の認識です。アメリカの見方です。もう一つがロシアの侵略を批判する一方でイスラエルのガザの攻撃を擁護するダブルスタンダードであると言っています。これらを一刻も早く克服しなければならないというわけです。停戦に向かうためにはこの2つの害悪は、共産党の新聞では初めは2つの弱点と呼ばれていました。しかし今では2つの害悪と厳しく非難していますが、どちらもこの2点は、2つのポイントはどちらも深刻な米国政府の基本的な政策であって、これが一刻も早く克服できるというようなものではありませんね。なんとかこの基本政策を押し戻してですね、違った政策を少しは取ってもらいたいというふうにする以外ないことです。このアメリカの基本的政策を簡単に変えられることができないということを一番知っているのは共産党ではないかと私は思います。共産党の歴史がそれを示しているように思います。2022年3月29日にウクライナがロシアの停戦会談で
画期的な停戦のための方策を提案したとき、それを葬ったのが民主主義対専制主義の宿命的戦闘の新段階を戦い抜けと呼びかけた2日前のバイデンのワルシャワ演説であったことを私はすでに指摘してきました。川田氏の言う2つの概略は戦争終結への道を阻んでいる要因である前に戦争を継続激化させ戦争を拡大させた要因であったと私は思います。だから簡単に克服するということはできない。この米国の要因を何とか押し戻してバイデン大統領に停戦交渉に向かうようにゼレンスキー大統領を説得させることが必要になっていることなのです。これをこの道を通らなければ戦争終結に進むことはできません。川田さんはそのことを認める方向に進んでいながら立ち止まっていると私には見えます。それがこの論文の立ち位置 であるというふうに思います。で3番目に次に取り上げるべきはリベラル傾向の新聞朝日新聞の主張です。朝日新聞はロシアの侵略批判、朝日新聞が共産党の後に挙げるのはおかしいかもしれませんけど、しかし朝日新聞はずっとリベラルな主張を貫いて戦争反対憲法擁護の立場を主張してきた新聞ですから、私は非常にこの助けられてきました、朝日新聞に。しかし朝日新聞はロシアの侵略批判ウクライナ戦争支持という社論を持ってウクライナ戦争に対抗しました。議論は論陣を張ってきました。しかし本年初めにウクライナ戦争が停戦に向かわなければならない局面になった後に朝日新聞は突然停戦を論じるようになりました。その発端は1月20日のオピニオン欄に外務省の元国際法局長石山清文氏のウクライナ停戦戦略はという全面インタビューを載せたことです。この人は石山氏はトランプ当選の可能性があるという中でウクライナ停戦を模索すべきだと主張しました。しかし提案したことはウクライナが停戦する前には戦果が必要だ、戦果を上げなければ停戦できない、ウクライナに戦果を上げさせるために集中支援をウクライナに与えてクリミアを取り戻させれば戦果になる、目的をそこに絞って支援を増額しての実現を目指しつつ停戦を模索すべきだという非現実的な停戦の戦争継続論であったと思います。真面目な議論とは私は思えません。でそしてこの議論を掲げた後に朝日新聞は朝日主流の意見の代弁者として、コラム G 証言の筆者藤原喜一氏を登場させました。で藤原氏は2月21日のコラムでイスラエルのガザ攻撃については即時停止を求めるとしながらウクライナについてはロシアとウクライナとの停戦ではなくロシアへの軍事経済支援を強化し侵攻したロシアを排除することが必要であると考える、ロシアによるウクライナ侵攻は主権国家の領土に対する侵略であるとともに軍人と文明を区別することなく、殺傷する国際人道法に対する攻撃であると書いています。つまりロシアを排除してロシアを追い出してそしてロシアを罰する、そういうことを主張しながらガザでは停戦を即時停戦を主張するこういう議論です。これがある意味では朝日新聞の主戦論の
代弁であるように思われます。非常に矛盾した議論だということが言えると思います。で、しかし朝日新聞は停戦論も載せることはやめていません。2月6日には薮中美曽治氏と佐藤勝氏のオピニオン欄に登場させました。佐藤氏が即時停戦論、日本政府は和平交渉の仲介国になれということを述べています。佐藤氏は命こそ宝という沖縄発の精神から即時停戦論を説明しております。朝日新聞というのは迷っているということであるのかもしれません。で、最後に取り上げますのは民間の最大の反戦反軍拡組織、反軍拡勢力の結集体、戦争をさせない救助を壊すな総がかり行動実行委員会の立場です。この組織は共産党系の全労連と自治労日教組が作る平和フォーラムと、それから市民平和団体とからなっております。毎年憲法記念日に数万人が集まる憲法 大集会を開いてきました。で、今年は第10回の記念の集会を5月3日に開くことになっています。で、そしてすでにビラも出ていると。そのビラを見ますと、武力で平和は作れない、取り戻そう憲法を生かす政治をというこの集会資料が掲げたこの集会のですね、この集会の個別的なスローガンの第1話、改憲発言を許さず憲法を生かし平和命暮らし人権を守りますという非常に正当なものです。で、第2のスローガン、これが問題です。で、これはパレスチナ即時停戦とウクライナからの撤退、憲法9条を生かした平和外交を望みますであります。もう一遍繰り返します。パレスチナ即時停戦とウクライナからの撤退、憲法9条を生かした平和外交を求めます。多くの団体が集まっているので意見の一致を得ることが難しく、妥協の産物としてこのスローガンが出ているのではないかと思われますけれども、しかしこの第2のスローガンというものは非常に不十分なものであって、まあ平和集会が掲げるスローガンとしては私は戦後最悪のものではないかと思われます。このようなスローガンでは岸田首相のキャッチフレーズ、今日のウクライナは明日の東アジアというキャッチフレーズに対抗できません。少なくともウクライナ即時停戦が言えないならウクライナに平和ぐらいは言うべきじゃないかと私は思います。このようなスローガンでは5月3日の集会に参加する参加者の中から強い批判が出るのではないかと私は恐れます。以上、ちょっと長くなりましたが、ね、以上でございます。はい、ありがとうございました。じゃあ田原さん、はい、マイクで、ウクライナ戦争の停戦はどういう形の停戦がいいんですか。現実に私はですね、ウクライナの停戦を実現するのは前例とするのは日本の敗戦ではなく、日本の敗戦の形ではなく朝鮮戦争の停戦だと思います。朝鮮戦争の停戦だと。それはまず戦争をしながら停戦、いや難しいことはどうでもいいんで、ええ、どういう形の停戦が一番いいんだと聞きたい。はあ、とりあえずこれは究極論はどうでもいいの。いやいや、とりあえずあの戦争をやめさせるためには、ええ、どういう形の停戦がいいんだと。はい、それはですね、停戦するには
戦争をしているロシアとウクライナが停戦会戦争をしながらでも停戦会談を開いて停戦の仕方について協議をし合意を図る。いやそれはね、いや私にとっては難しくて世界中誰も理解できない。要するに単純に言うとね、世界中がウクライナ戦争は早く停戦すべきだと言ってる。だ問題はどういう形の停戦がいいのかっていうのはね、はっきり言ってほしい、はいはい、とりあえず究極はどうでもいいね。あのロシアとウクライナの戦争をやめさせるにはどういう形でやめさせればいいのか、はい、そのロシアとウクライナが合意してですね、停戦会談を通じて合意してするときの最大の問題はどこで停戦線を引くか、一時的な停戦線を引くか、それは戦争によって決まると。戦争によって状況によって決まります。なるほど、和田さんの答えを聞きたい。どういう形がいいかってこと。私が難しいと言ったって誰も答えできない。 おそらく今の状況で言えばですね、戦線が膠着していますから、現在の停戦の線で、一時的には停戦線を引く以外はないだろうと思います。とロシアがウクライナの、あの、いや、2割ぐらいを占領したままでいいわけ。まずそこで停戦を、停戦をしましてですね、でそうした場合に今度はこの停戦を国際的なが認めるかと、国際社会の問題は、ロシアがウクライナを2割占領したままの停戦はゼレンスキーは絶対受けできないよ。しかし戦争を続けられなければ受けられないでしょう。え、戦争を続けられなければウクライナは。原さん、伊勢崎さんにも聞いてみましょう。原さん、いや今ね、世界中の国民がね、一刻も早い停戦を願ってるんで、問題はどういう形の停戦すればいいのかってことがみんな困ってる。あのそれはあれじゃないですかね。あんたどうすればいい。伊勢崎さん、伊勢崎さん、はい、今度は伊勢崎さん。とにかく戦争やめさせるために、すいません、私も後で話させてもらっていいですか。もちろんです、もちろんです。じゃあ伊勢崎さんの次に羽場先生。はい、あの端的に申しますと、クリミアとクリミアと、あの2つ、ドンバスと、もう一つの州で、うん、あそれとあの今、実効支配しているのも4州あります、4州ありますよね。でそれで停戦ラインを引くしかないと思います。これ、はい、申し訳ないです。申し訳ない。そして停戦ラインが引かれたら、そのマイクマイク、つまりロシアがウクライナを2割占領している状態での停戦なのか、あるいは少なくとも2月の去年おととの2月の段階、ロシアがウクライナに武力行使する前の段階に戻しての停戦なのか、どっち。だから、2割占拠している状態の停戦しかありえないと思います。でもそれはね、絶対にゼレンスキーは OK できないでしょ。うん、さっき、国連の一組織からの要請もありましたように、その、ゼレンスキーの強硬姿勢は総意にはならないでしょう、これから、はい、ならないと思います。羽生先生も、これは時間が経てば経つほど変わってくるはずです。一般論です。はい、羽場先生の意見も聞いてみていいですか。羽場先生どうぞ。はい、よろしいですか。ありがとうございます。今の、あの田原さんのご意見、あのごもっともなんですけれども、そうですね、あのいくつかの視点があると思います。一つは、あの14年以降のそのミンスク合意にもあるように、戦争で抑えた地域で止まるんではなくて、そこの地域の住民投票をするということは、あのミンスク合意では言われていました。先ほども言いましたように、ウクライナ東部は、まあ、3割がロシア人マイノリティ、結構殺されてしまったので、まあ、選挙をしても、あの、ロシアに行くということにはならないかもしれないんですけれども、あの基本はやはり民主主義の基本は、そこの地域の住民がどこに帰属したいかということを戦争によってではなくて、あの地域選挙によって決めるということが重要なのではないかと思います。これが一つです。
それからもう一つはウクライナの現在の状況ですけれども、今田原さんがゼレンスキーは絶対やめようとしないおっしゃる通りなんですけれども、ウクライナ国内が今割れ始めています。ゼレンスキーではなくて最前線で戦っていた、すいません名前が今突然出てこなくなったんですけれども、総司令官の方が50万人今から徴兵ができなければ停戦した方がいいかもしれない、このままでは負けるということを、昨年の末にもう言っているんですね。つまりその最前線で戦っている兵士たちがこのままでは戦えないので50万人さらに徴兵しなければならないということを言いました。で、それに対してゼレンスキーは、そのザルジニーという総司令官ですね、ザルジニーという総司令官を解任するという形で、それを封じたわけですけれども、ザルジニーが言ってることというのはその最前線で戦っている時にこのままでは戦えないということ、それから今2万人を超える兵士たちが前線から撤退して国境を越えて逃亡し始めているということ、でさらにこれもテレビなどで出ていますが、背後にいる女性たちですね、その、夫や恋人やお父さんを送り出している女性たちがもう3年近くになるわけだから、2年を超えて3年目に入っているわけだから一旦返してくれと、自分たち の家族だけが前線で戦っているのは許せないということでデモが始まっています。つまりウクライナの中でゼレンスキーは戦い続けると言っているんですけれども、ウクライナ国民の間にこれ以上も犠牲は強いてほしくないという意見が出ていることも確かです。そして最後に国際社会ですけれども、1月の段階でダボスの国際会議でもう停戦すべきではないかということを欧州が言い始めました。これに対してゼレンスキーはいや10項目を実現するまでは戦い続けるということで、その10項目の中にロシアを追い出すということが入っているんですけれども、ダボス会議でもそれからその国際、世論国連も含めて今、停戦交渉を始めるべきだという声が出てきている。つまり3者の間にですね、地域それから、ウクライナ国家そして、国際社会の間に停戦始めるべきではないかという声が出てきているのは事実です。そしてその背景にはアメリカがもはやこれ以上武器を出せないということを言っている。田原さんご自身の意見を言いたいと思います。ありがとうございました。田原さんご自身の意見を、戦争をやめるってのはね、彼は殺されるんだよ。ゼレンスキーは命が惜しいから彼は戦争を続けと言って、だから問題はねアメリカなんだよ。バイデンがここで戦争をやめるって決断すれば戦争終わりますよ、ね。だからあなたバイデンに会って言いなさいよ。あ、会う機会があれば言いたいと思います。だって会う機会は、ね、簡単だよ、ね、アメリカ行って、ね、朝から晩まで持ってたら出てくるんだ。僕はトランプに会うときにトランプと会おうと思って、でアメリカ行ってホワイトハウスに3日張ったら出てきた。でちゃんと話を動いた。だからあなたもバイデンに、いやその前であなたもねホワイトハウス行ってね3日か4日張ってりゃねバイデン会えますよ。田原さん一緒に会いに行きましょう。はい、田原さんご自身は停戦は今の段階での停戦なのか、それとも2022年以前の段階なのか。僕はやっぱりね、ウクライナのゼレンスキーのね立場を割に理解する方だから、本当はやっぱりね、ロシアがウクライナに武力侵略した前の段階、2年前の2月の段階が一番いいと思ってる。
でもそれやったらゼレンスキー殺されるから OK できない。だそこはバイデンがどう決断するかね。アメリカが、ね、もうここで、戦いやめないとアメリカも NATO も一切ウクライナの支援しないぞとはっきり言えばバイデンは OK しますよね。だからそのねバイデンにそう言わせるのはあなただよ。あのちょっと一言私も付け加えてますが、一時的にあの仮の停戦線で行きますね。問題はその次にやっぱり国際社会がこれを認めるかどうかっていうことになってくるわけです。でそのためには平和会議みたいなものが開かれる。見てみますよ。みんなもうねウクライナ支援疲れてんだから。いや疲れ切ってんだから。でそのためにですね、まずしかし国際会議の方はロシアに対する制裁を解除するかどうかを決めなきゃならないんです。この結果によってはですね。どうでもいいんだよ。いやとにかくまず停戦なんだよ。そうね、ロシアに対するね、いろんなことを言ってるとね面倒くさくなる、はいはい。まず戦争をやめること。あの私も実はですね、田原さんの今の段階でとにかく止めろっていうのに賛成なんです。で和田さんが言われているようなあの停戦の条件をねいろいろ話をするっていうのはすごく時間かかる。朝鮮戦争だってそうなんです。やめてから条件止めればいい。私もそういうふうに考えていて、それは朝鮮戦争だって戦争しながら2年間会談続けたわけで、その間にものすごく死んでるわけですよ。とにかく止めて、その後その条件をめぐっていろいろ議論した方がいいんじゃないかなと私は思います。じゃあ安倍さん、あの、ね、田原さんはすごく明確に要するにぐちゃぐちゃ言ってても国民にも通じないし、政治がどんな意思を示すべきかだと。でそれはやっぱりもうみんなが停戦だと思ってるんですよね。だってウクライナだってこれ以上若い人の犠牲も出せないし、ロシアですら、まあ、今有利と言われるロシアですらこれ以上っていうのは実はもうやりたくない。で私は今の皆さんのお話の中でバイデンというお話ですけれども、この間そのトランプがの共和党がですねウクライナ支援のお金を出さないとあの言ってることっていうのは大きいと思うんですね。でただじゃあトランプになればいいかというとそうは思わないんですけど、そこがやっぱりすごく民主党とその今の共和党のトランプの主張の違うところのように思うので、それをまあじゃあ私たちはどう受けて、やっぱりお金がなければ戦争はやれないと思います。現実にはでとにかく即時停戦だったらその方法しかないし、即時停戦しかないんですよ。続けても誰にも良くない。あのウクライナだって若い世代が次々死んでもう国として立ち上がれなくなるんじゃないかって心配してますから、じゃあその鈴ですね、あのバイデンを捕まえてウクライナへ何とかしろっていうかトランプなのか、そこは幅さんに聞いてみたいです。僕は夏前にアメリカ行ってトランプとバイデン両方会ってとにかく戦争やめようというつもり、多分 OK すると思います。それじゃちょっとね、その時に、はい、一緒に今ねこういうまで言うのよくないけどある人を連れて行こうと思って、その人の名前は二階さん。OK、はい、ちょっとねその前に、東郷和彦さんからの意見っていうのがあるので、ちょっとそれを前北さんに。あの今も昔も即時停戦の、東郷和彦さんからメッセージ、あのご意見をあの募ったところいただいたものですが、私は今の即時停戦運動はカールソンインタビューが示しているプーチンの停戦の呼びかけとイスタンブール合意への回帰という重要なヒント、昨日、ちょっと時間経ってますけどいただいたメールをいただいてからローマ法王の、白旗を掲げる勇気という驚くべきメッセージ
ガリツィア・ウクライナというウクライナ内戦ウクライナ内戦闘集団がカソリックの支配下にあることを考えると身が引き締まりますの2つの同時発生タイミング過去機械の窓を威嚇すべきことをまず強調したらいかがかと考えます。次にトランプ政権の成立の方がことウクライナ問題に関してはディールによる停戦を生み出す可能性が高いという政治的現実はあるものの決してアメリカ選挙頼みにするのではなく今がそれを実現すべき決定的に重要な機会であることを補足したらいかがかと思います。なおバイデンの7日の一般教養教書演説が完全に真逆の方向に向いていることが示すようにアングロサクソンが作り上げたウクライナ戦争のねじれは簡単には解消しません。従来通り一人一人が努力を続けるほかはないと思います。週刊エコノミストに、文章を書きましたので参考までどうぞ。でこの後あの補足で、お話しいただいたのは今はこの機械の窓は、まあ、残念ながら閉じてしまったと間に合わなかったと。でそれは昨日ゼレンスキーが新しい司令官との話をしたと。でその時に、まあ、ゾッとしたと恐ろしかったと。選挙に勝ったプーチンのことを考えていないと、まあ、嫌な予感がするじゃないですけれどもあのこのままだとウクライナは本当にあのひどいことになると。つまり即時停戦、前も今も即時停戦ということでした。ありがとうございます。アメリカが決定的なあれを握っているということはあのご指摘のところだと私は思います。それでただバイデンは今何を望んでどうしようとしているかということがはっきり見えていませんから。それでしかしアメリカはウクライナに支援ができないとなればアメリカはウクライナに戦争をやめるように言わなきゃならない、説得しなきゃならないと思います。朝鮮戦争の時もアメリカは戦争をやめるように停戦を望みました。マッカーサーが中国に拡大しろというふうに言ったのトルーマンは拒否して朝鮮で停戦に行くんだという決定をしたわけですね。でその時にそれに抵抗したのは李承晩大統領です。李承晩大統領で李承晩大統領があくまでも抵抗しましたからアメリカは李承晩大統領を倒すクーデターを考えていたわけです。準備もしました。後継者として選ばれるクーデターの将軍も人選も進めていました。で場合によってクーデターやれば李承晩は殺されたかもしれません。今もしバイデンがトランプの当選をトランプをと争う前には戦争をやめなきゃならんというふうに思えばね、そうすると従来のアメリカの伝統的な方針としたらクーデターになります。でクーデターの条件はそう司令官がクビになってますからその候補者はいるわけです。新しい人にするしかしクーデターはクーデターをアメリカがするようなことをしてつまりやってはならない。やってはならない。活力はアメリカにない。アメリカにそうさせてはならないということです。私は そんなことをですね今のこの世の中でだからプーチンとゼレンスキーの間で戦争を停戦してほしいと私は思います。ありがとうございます。それでちょっと会場の方々からも何か今までの意見でですねこれは言いたいというのことがあればあるいはこういうことを質問したいという方があれば前北さん、すいません会場に向けていただいてもいいですか。パソコンありがとうございます。もしなければ伊勢崎さんからも一言いただきたいということで。いいですよ。ちょっといあの 2,3 点日本人が本当ねあのこの講義を僕は統合幕僚学校でやってるんですけども重要な基本が分かってないんですよ日本人。本当にですね。で
今、国際正義は何かというと、その象徴は国連憲章ですね。いいですか、国連憲章ですね。で、国連憲章の一番重要なのは、力による現状変更を許さない、はい、国連第二章で高らかに打たれております。だから国連があると、外交で領土問題を解決しますということですね。ね、だから力を持って現状変更した人たちには罰則を与えなきゃいけないというのはね、これは重要な正義ですよ。でも国連にはもう一つ正義がありまして、大体、ね、国家同士が争うというのは領土紛争ですよ ね、 ね、その領土紛争が起こる係争地というところには大体マイノリティが住んでるんですわ。マイノリティで、そういう人たちが自決運動をやってるんです。その自決権の保護も国連憲章11条で高らかに謳われていて、国連の有名な、これは非自治区指定、つまり自治が達成されてなくて大変な人権問題が弾圧で、ね、当局によって行われていて、国際的な問題になりつつあるから、これを国連で育もうと、その自決権を、これ国連憲章にあるんですよ、これ。ね、で、領土問題を解決しようというのも、国連の役目なわけです。だって、力による現状変更を許さないというのは、だって国連というのは、ね、領土で、定義される国家の集まりですから、それが重要なのは当たり前じゃないですか。こんなことは言う必要もないんです、重要だってことは、ねね、これ言う必要もない。でも戦争は領土をめぐって起こる。で、その領土には往々にして少数民族が住んでるという、自決権の問題があると、それを保護しなきゃいけないという、それを解決するのも国連の役目なんですよ。こうやって独立した国がどれくらいありますか。その一つに関わりました東ティモールです。今回 の、 あれと冷戦期ですから、ね、まさに代理戦争の現場ですよ、これ。全く同じなんですよ、ウクライナ戦争と国際的な構造はですね、これ見せます今で。今どういうわけか、僕らは親ロシア派、親プーチン派なんていう悪口を言う人いるんですけど、冗談じゃありません。他の人どうか知らないけれども、僕はもしプーチンみたいな人間が、僕は政治的な野望を武力で使ってやる人は否定します。もしプーチンみたいな人が首相になったら、僕は全力で反政府運動やりますよ、ね、分かりますこれね。で、これは学研から出した、僕が出した監修した本です。中学生向け、図書館向けです。学研からです。で、10名のスタッフを使って、戦後起きた50の主だった戦争を SDGs 的に、なぜそれが起きたのか、で、教訓、つまり戦争をやめさせようという未来の教訓に通じたら、どういうふうな教訓が得られるか、各紛争から。これ子どもに向けるメッセージですから、1年かけました、10名の専門家を使って、ね、で、その最後で、これが刊行されたのは2021年の9月です。つまりウクライナ戦争の10ヶ月前です、これ。いいですか。その最後の50のうちの最後の戦争がこれなんです。クリミア、ウクライナ東部紛争、つまり2014年から始まったドンバス内戦のことなんです。これに何て書いてあります、あそこに。どうやって始まったのか、ちょっと読みますね。いつどこでなぜこれが始まったのか。ウクライナはソ連崩壊後に独立すると、親ロシア派住民と親ヨーロッパ派住民がたびたび対立。特に東部の親ロシア派住民は政府から弾圧されです。ロシアへの統合を希望していました。2014年には EU 加盟をめぐって対立が激化。そこにロシアが加わり、武力でクリミアを併合します。ロシアとウクライナは以前から天然ガスの輸入をめぐっても争っていました。こういうふうに書いてあります、ね、果たしてプーチンが言うようにドンバスにおいてゼノサイドがあったか。僕は別に判事じゃありませんので、ね、で、この時にいっぱい調べて専門家も動員して
ね、いろんなアムネスティとか国連人権委員会からでも全部当たりました。でこういう表現になったんです。弾圧されてたわけです。この時なんです。つまり民族自決権とかそれとか抵抗権というのはこういう時に使う概念なんです。いいですか。つまり弾圧してたのはウクライナ政府の大虐殺という表現を使おうか使わないかで迷いましたけれども、一応こういう表現になりました。客観性を保つために。つまりこれが問題なんです、この戦争の。でもしこの戦争の終結があるとしたら、ね、代理戦争の現場に二度とならないようなウクライナを作ること。つまり代理戦争が行われる国家というのは大体分断しております。その分断を利用するわけですね。アメリカ、ロシア、超大国が国内の分断が超大国によって利用されないように融和しなきゃいけない。これが最終目標であるべきでしょう。でそれを目標に一日も早く停戦させなきゃいけないわけです。それをするには大変な時間がかかります。復興のためにですね。なんでこんなこと簡単なことがわからない。これユーゴとか他の地域では日本の ODA なんかがちゃんとこういう考え方を持ってたんですよ。世界的な常識です。でもウクライナ戦争はどういうわけか全部飛んじゃったんです、そういうことが。で僕は冒頭に言ったあの中谷源さんと石破茂さんと一緒に作ったあの声明文ですね、覚えてらっしゃいますか、ね、あれはどういうふうに使おうかっていうふうに僕らが集まったかというと、あの時覚えて、今から2年前ですよ、同調圧力がものすごかったですよ。停戦なんて言葉言うだけでお前はプーチンの味方かっていうふうになじられた時ですよ。でこの2人の防衛大臣経験者もそれ分かってて、でも実は隠れ停戦派、平和派がね、非戦派が自民党の中にもいると、それを一人一人この声明文を持って一人一人つないでいこうという。で野党は僕が担当することになる。いいですか、ね、でそれがダメだったわけです、当時の同調圧力で、ね、安倍さんに行けなかったで最初共産党に言ったらダメですとか言われて、もうああって、それで僕はもうああみたいなになっちゃって、これ、肝心の護憲派だ。すいません、私もよろしいですか。だってその時から、ね、ウクライナ戦争において、ね、ウクライナ戦争においてゼレンスキー政権を応援することは救助護憲派にとって聖戦ですからって僕は言われました。よろしいですか。私よろしいですか。あ、すいません、ありがとうございます。あ、ちょっと待ってくださいね。あ、まず一つ言いたいのは、先ほど言ったこの ICJ や ICG あるいはイギリスの裁判所の話は私の意見ではなくて、あるいはロシアのプロパガンダでもなくて、公式の国際司法裁判所の調査と判決なんですね。でそこでウクライナ政府の側のジェノサイドがウクライナ東部にあったとか、それからウクライナが、提訴したにもかかわらず、ロシアは、22年まではこれに関わろうとしなかった。つまりそれはウクライナ国内の東と西の内戦であったから、ロシアの東部の親ロシア派が独立を宣言しロシアに対して協力を要請したにもかかわらず、プーチンは22年の2月まで出なかったと、ICJ が言ってるんですね。こういう意見はこれまで全部ロシアのプロパガンダだとか親ロシア派の、妄想だとかっていうことが言われていたのですけれども、今年の3月になってこのようなことが国際司法裁判所の
調査と判決として出たっていうことが一つ大きいことだと思います。それからもう一つは、すみません、先ほどの後半部分の、長州新聞なんですけれども、今私たちは、あ、出てますかね。出ました。あ、出ましたか。はい、今私たちはロシアはとかウクライナはとかアメリカはというふうに言っていますが、それぞれで国内で多くの差があるということです。特に、ここにあるのはアメリカのハーバード大学における学生たちのパレスチナ支援ですけれども、まあ、悪名高いものとしてこの学生たちのパレスチナ支援があって、パレスチナ、ごめんなさい、ハーバード大学の学長はクビになったっていうこともあるんですけれども、アメリカ政府とそれからアメリカのこう若者たちがガザを支援してるっていうところはもう真っ二つにアメリカの国内も分かれているっていうことですね。そして先ほど自治体80自治体の6カ国の80自治体が今東アジアで平和を求めてるっていうことも言いましたけれど、あの自治体も韓国の政府や日本の政府や中国の政府が何であろうとも我々は平和と環境と人々の命や暮らしを守っていくんだっていう自治体の集まりなんですね。それからこれは中国の一帯一路の10周年ですけど、中国の一帯一路は、ほとんど日本では報道されませんでしたけど、カンボジアとかスリランカの貧しい地域にこう道路を作ったり鉄道を作ったりして、150カ国以上が、北京に集まったっていうこともあります。なので、私たちは何かこう歴史的な世界史のようにアメリカはウクライナはって言いますけど、ウクライナもこの8年間あるいは10年間東西に分かれて戦っていて、実はウクライナ東部では殺されているのはロシア軍人だけではなくて、ウクライナの住民がウクライナ政府によって殺されてるっていうことも含めて考えていかなきゃいけない。で、だからこそ停戦なんですね。そして今諸先生方おっしゃっているように、白旗を上げろと、バチカンの教皇が言い、そして今沖縄の人たちが自分たちは白旗を上げる言い始めています。去年の末に沖縄から、中国に行った人たちのグループは、中国とは絶対に沖縄は戦争したくないからミサイルを撃たないでくれと、まさにこう白旗を上げるというような形で中国に行っています。これも、ウクライナのゼレンスキーは白旗を上げろっていうのは、負けるということかって言いましたけれど、政治家は、知らないんですね。麻生さんも戦う覚悟があるって言って前線に行くわけではありません。でも今沖縄の人たちとかウクライナ東部の人たちを考えると、やっぱり自分たちは死にたくない、自分の家族は死にたくない、だからこそやはり停戦ということが非常に重みを持って出てきている。バイデンがこれ以上お金も武器も送れないのも、こうしたそのアメリカの若者たちやアメリカのユダヤ人ですら、今のイスラエルを批判し戦争をやめと言っているというところは見ていった方がいいんじゃないかなと思いました。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。そろそろですね、時間になってしまいました。あっという間に2時間経ってしまったんですけれども、いろいろな議論が出てきていますけれども、とにかく私たちとしては市民が戦争を止めるというふうにしたいんですよ。なんだろう、バイデンが止めるとかトランプになったらいいんじゃないかみたいな話が、今 ずっと出てるけれども、そうじゃなくて、わずか20年前にね、アメリカのイラク戦争の前に何千万人という市民が出て街頭に出て止めよう、結局止まらなかったんだけれども、
あれだけの人たちがやっぱり平和を求めて街頭に出てあのアメリカに抗議した、抗議っていうか、侵略をやめろというふうに言ったぐらいのパワーが今ないわけですよね、我々にね。そこがやっぱり非常に大きな時代の変化でもあるけれども、しかしここで今そういう動きを作らなければ、我々の憲法9条70、80年やってて何をしてきたんだというふうに僕はなるんじゃないかという感じはします。まさにごめんで、ちょっともうそろそろ終わるので、あなたは、はい、あのバイデンやトランプ、アメリカの政府の力をね勝ちにすぎてる。あ、そうですか。バイデンもトランプも実はアメリカがどうやっていいか分かんないのよ。本当にバイデンも分かんないの。だからはっきり言えないの、ね、自信がないんだよ。それをね、日本人はなんかバイデンやトランプが力を持ってると思いすぎて、全く持ってない。ありがとうございます。いやでも日本政府ね、もね、あの今湯崎さんが自民党の人たちがこういう、ね、声を上げつつあったということを聞けばですね、日本政府もやっぱりこのウクライナにおける戦争、パレスチナにおける戦争を、ね、止めさせるために、止めるために努力すべきじゃないかと私は思いますし、そのために、まあ、あの今日は安倍さんがいらしてますけれども、まあ、政治家から与党野党問わずですね、あのそちらに向けて力を注いでほしいと思います。ちょっと余計なこと言いますとね、あの今までは第二次大戦後アメリカはパクスアメリカーナ、世界の平和を守るのはアメリカだと、世界の秩序を維持するアメリカだと、これをパクスアメリカーナでやってきたんだけども、アメリカの経済が悪化してバイデンがアメリカ一国だけではパクスアメリカーナは持続できない、だから去年バイデンが日本にパクスアメリカーナを一国で持続できないから日本に協力しようって言ってた。で、日本は協力するんだって防衛費倍増になったわけ。だから僕はそのあの、岸田さんにみんな来たけど違うチャンスだと、アメリカが日本にパクスアメリカーナが協力するって受けたってことは、今までみたいに対米重力じゃなくてアメリカに言いたいこと言えるんだ。そうだと思います。言った、はい、それでまずあなたがやるべきことは沖縄の県民の願いを実現させようと、沖縄の県民も沖縄の県知事も普天間は最低でも県外と言ってる。だから今までは日米地域協定でアメリカが辺野古と決めた。で、日米地域協定がある限りはアメリカの言ったことを総理大臣もノーと言えない。だけどアメリカがパクスアメリカーナを一国で上手に変わって日本に協力するということは今こそ言えるんだと。その通りだと思います。岸田に言ったのよ、だから、はい、今こそアメリカにちゃんと抗議をして、で、日米地域協定一部改正して沖縄の県民の願いを実現させようと去年の秋、はい、言ったの。そしたらそれ以後岸田は僕に会わなくなった、逃げた。なんやね、いやあの小泉はそういうときにちゃんと会ったんだけど岸田弱いから逃げてんの。また今度4月10日でしたかね、首脳会談をするようですけれども、まあ、あまり期待はできないと思いますが、とにかくあの我々も、この、ね、一人一人いろいろ意見は違いますけれども、停戦を求めると、そして、東アジアに絶対に決して戦争をさせてはならないという動きをこれからも、ね、続けていきたいというふうに思います。岸田っていうのはね、度胸もないし力もないの。ところが、なんでその岸田が政権続けられるかというと、今ね、野党、立憲も国民も共産党もね、政権なしを全く考えてない。今一番いいの。今自民党批判してるのは当選するし、ね、共産党以外は政党助成金があるから生活も安定。こんないい時代ないと思ってんの。立憲も国民も維新も。政権なしなんかしたくない。え、いいの？あのでもおっしゃる通りで、例えばその今日和田先生のお話の中に、まあ、共産党がいろいろ発表されたことを分析して、まあ、なぜ即時停戦と言えないかというようなことも含めて分析してくださいましたが、他の野党は分析すべき中身もないのも事実だと思うんです。立憲はどう言ってるかって言ってない中ですよ。で、逆に言うと与党もあるのかっていうと、
それアメリカに忖度してるかもしれないけれども、コアとなる何を考えてどう進もうとしてるのかっていうのが見えない時代になってるからこそ、何かしら一つだけでも合意できる、一つでいいんだと思います、もうたくさん言わない、私はそれをこの間はもう人道だと決めて、あのガザの停戦と、その観点からウクライナロシアももう停戦だというふうに、これ政治は国民にも共有できる言葉じゃないと動かないので、まあ、そう思ってさっきの石破さんとか中谷さんにアタックして、まあ、ガザの方は少しずつ動き出してる、でこれからロシア、ウクライナをどう止めていくか、もうとにかくこれ以上の死者はもう許されないんだということで世論というか作っていかないと、今みんな政治と金で誰が誰を処分するかとか、まあ本当に歪償、あ失礼でした、そういうことに政治が向いてる中で命なんか忘れてますよ、多くの政治家が。だから私はもうその一点でも流れを作ることで逆に日本を救いたいですよ、こんな政治やっててどこへ行っちゃうのかと思います。すいません、はい、実は8日1週間後ねの夕方、共産党の C さんに会いました。彼会いたいと言ってね、で C さんに会ったら C さんにぜひ岸田と会えと言います。で会わせます、完全に会わせます、僕が言うから岸田聞くからね。それで共産党と自民党が合意してで戦争をやめさせる、うん、面白いでしょ、面白いです、あやらせますよね、ありがとうございます。それでねちょっと最後だけね、あの安倍さんともう一つやろうとしていることがあって、実はあのガザでこれだけね運動が起きて超党派もできて、これすごくいいことで、もう本当に自分でやっていただいて安倍さんの功績なんですけども、あのねあのこうやってねジェノサイドが問題だ問題だって言ってる割には、日本我々があの東大元暮らしの問題があって、つまり日本はジェノサイド条約に入ってないというねつまりね、南アが南アフリカがなぜイスラエルを国際司法に裁判所に提訴できたかというと、両国はちゃんと入ってるわけです、入ってるからね、ジェノサイドの定義を共有してるわけですよ ね共有してる国だからこそお前がやったことはおかしいって言えるわけですよね。日本は入ってないんですよ、はい、でこれ具体的な話したい実は今中東でねハマスとイスラエル の対立がある。実はこの対立がなぜ起きたかというと、実はユダヤ人イスラエルがヨーロッパで暴れたの、それで NATO がイギリスを中心にして NATO の国々がイスラエルに対してユダヤ人に対してヨーロッパで暴れるのやめてくれと、中東ならいくら暴れてもいい、中東行ってくれ、でヨーロッパの希望でイスラエルは中東行って中東をもう独裁した。でちょっと困るなと思ったらハマスが出てきてイスラエルをやっつけた。だからハマスとイスラエルの対立は実はアメリカやヨーロッパって大歓迎なのよ、誰も反対してない。ハマスとイスラエル の戦いはヨーロッパアメリカにとって大歓迎、実は本心はここが一番問題ね。このガザの問題で諸党議員の集まりでも特に外務省に対してねこれ言ったことなんですけど、ハマスはテロリスト集団ではありません、これはっきり申し上げます。もしハマスをテロリスト集団ということで除外してしまったら何も進まなくなります。なぜかというと、それは言ってるだけだよ。そう、なぜかというと ガザにはもっと危ない連中はいっぱいいるわけです。つまり今アメリカが20年間アフガニスタンで戦って負けました、タリバンに、ね、でアフガニスタンにもアイシスもいるし、ね、タリバンを利用しなきゃいけないわけです。つまりこれからのガザの将来に向けて、ね、ハマスというのは政体として扱って今のパレスチナ自治政府と連立を組ませない限り、ね、パレスチナ市民がついてきませんよ、何言っても何言ってもでしょ。だってあのハマスを生んだのは総選挙で民主的に選ばれたんですから彼らは。だからタリバンどころじゃないわけです、タリバンは別に選ばれたわけじゃないね、だけどそのタリバンでも今政体として扱って世界秩序の中
どうやって組み立てるかというふうに組み込まないと世界秩序が成り立たなくなってる、ねね、そういう時代なわけですよ ね。でそれを分かっていただきたい。ハマスはでとにかく、去年の10月7日にハマスがやったことはあれはテロ事件ではありません。あれは奇襲攻撃です。あれは戦争はその前からずっと続いているわけです。はい、ありがとうございました。だいぶ時間が過ぎてしまいましたけれども、まあこういう形でね、それぞれ議論がありつつも、我々は停戦をこの世界の、ね、停戦を求めてさらに、議論を尽くしていきたいというふうに思います。本日はこれにて終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。